我が右手にありし星の杯も天より授かりし輝きもって我らは盾となる。グラールスフィア、もう時は逃げない。暗き大地を清めんのため今こそ来たり。そうは光にした騎士、地よの守護者のように今こそ我らに力を。我が右手によりさすがに輝く。グラールスフィア、我らは盾となる。
くよ。我が右手により授かり輝く我らは盾となる。まだまだいけるわ。もうどけ。そら。
せい。我が右手に相手に差し返し輝き、我らは盾と盾、今助けたる。まだまだいけるわ。せい。まだまだいけるわ。我が右手にある差し返し輝き、ラールスフィア、我らは盾と盾。我が右手にある差し返し輝き、ラールスフィア、我らは盾と盾。
よ。女神のご加護。黒騎士と戦った。ここは彼と相談して私が気づいた別れの場所。やっぱり役に立ったわね。姉様。騎士装束
やっと聖魂から解放されたんやな。おかげさまでね、二人とも本当によく頑張ったわね。あれだけの困難を最後まで決して諦めずに。ううん、さすが私の自慢の弟と妹ね。姉様ほんま相変わらずやな。それにしても聖魂はちゃんと消えたんか？いいえ、まだ私の中に残っているわ。あなたたちが勝ったことでようやく抑えられたけど、このまま放っておけばすぐに力を取り戻すでしょうね。そうか。どうしたら？だからね、ケビン、最後はあなたの手でとどめを刺してほしいの。姉様、まさか。そう、ここにいる私ごとよ。そうすればこの世界にコピーされた聖魂は完全に消滅するでしょう。セレストさんだったかしら、彼女の力も戻るはずだから、きっとあなたたち全員を元の世界に返してくれるはずよ。でもそんな。なあ姉さん、それが必要なんやな。ええ、それ以外の選択肢は存在しない。5年前のあなたは暴走してほとんど意識もなかったけれど、今度はあなたは自分の意思でそれを行わなくてはならないわ。姉様、ひどいよ。ケビンにまたそんなことをさせるなんて。それにそうなったら姉様は。ごめんね、リース。でもこれだけはどうしても私が言わなくてはならないから。ケビン・グラハム、最後にもう一度だけ言います。私を滅ぼして皆と共に元の世界に帰りなさい。姉として、騎士の先輩として、あなたのお母様の代わりとして、私にできる最後の忠告です。ほんま優しいくせに誰よりも厳しい姉さんやな。でもそれでこそルフィナ姉さんや。ケビン、ごめんな、リース。二度もお前の姉さんをこの手にかけることになって。私も一緒に撃つ。もう私は二人に置いてかれたくない。見ているだけは嫌、ただ待っているのも嫌なの。それが必要だと言うなら、今度は私もケビンと一緒に罪を背負う。なるほどね。5年か。本当に成長したわね。確かケビンと同じくアインに指示したのよね。彼女には感謝しなくちゃ。姉様、私は依存はないわ。
ケビン、あなたが決めなさい。ちょっと待ってや。これは俺一人が背負うべきものやろ。なんでリースまでそんな。君も男だろ。ケツの穴の小さいこと抜かすな。って、アインだったら一括してるかもしれないわね。まあ、私はあくまでケビンが好きに決めればいいと思うけど。姉様ったら。もう、ほんまかなわんわ。リス、こっち来いや。二人で一緒にボウガンを持とう。ふふ、私もまだまだだったわね。そんな選択思いつきもしなかった。え？姉様。ねえケビン、さっき私が立っていた場所まで歩いていくつもりって言ってたわね。ああ、先は長そうやけど、そうさせてもらうつもりや。それはあなたの自由だけど、できれば考え直してほしいかな。私もずっと迷い悩みながら歩んできた。誰もが幸せになれる世界、それが存在し得ないと知りながら少しでもそれに近づけないかと必死になってあがく毎日だった。望むところや。私もできれば、私も姉様と同じ道を歩きたい。仕方ないわね。だったら私のいた場所なんて小さなことを言わないで。私が夢見てたどり着けなかったそんな場所を目指してほしい。あなたたちならきっとそれができると思うから。姉様。めっちゃ大変そうなことをさらりと要求するな。でも、わかった。そこまで言うんなら、意地でも目指したるわ。うん。約束。あくまで、あなたたちのペースでね。さてと、あまり待たせてしまっては、他の人たちにも悪いかな。ケビン、リース。そろそろお願いね。ああ。大丈夫。俺がついてる。ゆっくり。そう。ゆっくりでいい。あなたたち二人に女神の導きがありますように。ケビン、リースのことをよろしくね。ああ、任せといてや。今まで本当にありがとう。姉様、私リースもケビンのことをよろしくね。二人とも、いつまでも仲良く、元気でね。姉様。うん、大丈夫だから、だから。さよなら、ルフィナ姉さん。
リス、いつの日か俺たちもたどり着けるはずや。姉さんが夢見てたどり着こうとしてた場所に。多分姉さんはそこに先に向かっただけのことや。だからきっと、きっとまた会えるやろ。してください。あれ、ここはよかった。戦いの後ケビンさんたちいきなり気絶しちゃうんだもん。気絶？そんな。おそらく彼女が気づいた領域に精神だけ招かれたのでしょう。始祖様。セレストさん。つい先ほど私の力が完全に戻りました。ケビン殿、一体何があったのですか？ええ、実は。そうだったのか。とても強い方ですね。彼女とは直接話す機会はついにありませんでしたが、せめて一度だけでもお会いしておきたかったですね。しかしそうなるとあまり時間はないかもしれません。え？どういうことですか？聖魂が消えた以上、主を失った影の国は再び不安定な状態へと戻るでしょう。この幻影城もじきに実体を保てずに消滅するはず。おそらく庭園以外の清掃も同じだと思います。たら何をそんなに驚いているの？そんなの仕組みを考えたら十分にありえる話じゃない。そんなこと言われても。で、あんたも気づいてたんなら言ってよ。では急いでアルセイユで脱出した方が良さそうですね。いえ、それには及びません。今からここで天井門を開きましょう。天井門って晴天の？ええ、確か煉獄門と対になる現世と天界を結ぶ門でしたか。ちょうどそれを模したものがこの場所の奥に用意されています。どうやら影の王と同化していた彼女が用意してくれたようですね。あ、姉様が。なるほどね。それを通れば元の世界に戻れるわけか。ええ、その通りです。論より証拠、早速開いてみましょう。
くじ、取り込まれた時にいた場所の近くに戻れるかと思います。飛行船などに乗っていた方は船内のどこかに現れるでしょう。そっか。お別れみたいね。ええ、そうですね。え、もうですか？なんだか全然実感がないっていうか。最後に祝宴をあげる暇すらないとはね。だが本来別れとはそういうものか。そうかもしれないわね。それじゃ、まずは我々から行かせてもらうとしようか。このままだと名残惜しくて誰も先に行けなさそうだからな。ならば年長者たる我々が唇を切らせてもらおうと思ってね。ジンさん、リシャール大佐。感謝しますわ。お二人とも、そういう気遣いには、ほんま助けていただきました。何の。私の方こそ、過去の経緯にもかかわらず、温かく受け入れてくれて感謝する。おかげで、大切なものをこの手で掴むことができたようだ。リシャールさん。こちらこそ、いろいろとお世話になりました。またお仕事を通じてお会いする機会もあるでしょう。その時はよろしくお願いしますね。もったいないお言葉。ご用命の際はいつでも声をおかけください。俺の方はまあ、みんなと会えて嬉しかったぜ。こんな風に会える機会なんてめったにあるもんじゃないしな。そうね。あんたにはもう少し稽古に付き合ってほしかったぜ。また暇ができたらリベールに遊びに来るさ。それとよかったらカルバードにもみんなで遊びに来てくれ。キリカともども歓迎させてもらうからよ。うん、そのうち行かせてもらうね。僕としてはいつでも遊びに行きたいんだがね。お前は宿題を全部片付けるまでは許さん。俺たちなんかは任務で行くことも多いですやろ。そんな時はよろしくお願いします。ああ、歓迎するぜ。そんじゃ大佐、行くとしましょうか。まったく、君まで大佐呼ばわりか。だがまあ、君たちにならそう呼ばれるのも悪くないか。お次は僕たちかな。え？あまり長く居すぎると帰りたくなくなるからね。お先に失礼させてもらうよ。オリバルト王子。なんだか本当に唐突すぎて戸惑いますね。ああ、ヨシア君にそんな風に言ってもらえるとは。このまま一緒に連れて帰りたいくらいだよ。だからそういうのはやめい。ああ、とんでもない王子様だな。
オリビエ。なんというか、こんな機会が再びあるとは思ってもいなかったものでね。柄にもなく、少し胸に迫ってるみたいだ。あ、オリビエ。シェラ君、あの話、本気で考えていてほしい。自分でもずうずうしい話だとは思うんだが、そのくらいの楽しみを抱いて過ごすくらいは構わないだろう。まったくあんたっていう人は。まあいいわ。しばらくの間、返事は保留にしててあげる。だから、せいぜい頑張りなさいよ。もちろんさ。先輩？なんか、やたらと意味深なんですけど。ああ、いつの間に？自分の方は、こいつともどもお世話になった。剣の方も、皆のおかげでさらなる道が開けたようだ。感謝する。あんたみたいな凄腕に先に行かれちまったら、追いつくのも一苦労だぜ。こちらこそ、いろいろと助けていただきました。またお会いできる機会を楽しみにさせていただきます。ああ、こちらこそ。ただ帝国の方は、これからいろいろと騒がしくなるだろう。しばらくの間は、旅行なども控えた方が無難かもしれない。そこまで。どうかお気をつけて。ふん。このお調子者がうまく立ち回ってくれれば、最悪の事態は避けられましょう。そうだな。こいつが女神から愛想を尽かされないよう、皆で祈っていてくれると助かる。ま、女神に祈るんは、俺らの専売特許ですし。そのくらいなら、いくらでも祈らせていただきます。やれやれ、ほんと信用がないね。でも好きな子ほどいじめたくなるとも言うしね。まったく見りゃあったらテレ屋さんなんてきれ。首根っこを引きずって門まで連れて行ってやろうか。いえ、自分の足で歩かせていただきます。それではみんな、いつの日かまた会おう。まったく、最後まで平気なふりをして。知らねえ、アネラスさん。エステルちゃん、もうお別れだね。ま、他の人たちはその気になれば会えるとして。エステル、ヨシュア、気をつけて旅を続けなさいよ。うん、わかってる。手紙、欠かさず出させてもらいますから。こっちの返事がなかなか届けられない以上、たまにでいいわよ。でも、最近は動力通信のネットワークも整備されているらしいし、いざとなったら通信でオート支部に連絡してきなさいよ。うん、そうさせてもらうね。そちらこそ、何かあったら通信でいつでも連絡してください。はぁ、でも残念だな。エステルちゃんもだけど、ティータちゃんやレイちゃんとも会えなくなっちゃうなんて。そうだ、リースさんとも。私もですか？そうですよ、せっかく仲良くなれたと思ってたのに。またリベールに来たら絶対一緒に遊びましょうね。おいしいアイスクリームや紹介しちゃいますから。それならぜひにでも。何でしたら戻り次第最優先でお付き合いします。
あのな。まあ、ティータちゃんはアガット先輩がいない時にでも可愛がりに行っちゃうとして、ほら、何不穏なこと口走ってやる。まあまあ、そうなると心残りは一人だけかな。ね、レンちゃん、エステルちゃんたちのこと好き？それとも嫌い？え、一番大事なのはそこのところだと思うんだ。これお姉さんからの忠告。何を？アネラスさん。また会えたら今度は思う存分ギュッて抱きしめさせてね。やれやれ。それじゃ行きますか。みんなお疲れ様。ええ、姉さんたちも。お二人とも本当にお疲れ様でした。さてと、次は俺たちが行くか。そうですね。ティータ、お別れだね。お姉ちゃん、それからレンちゃんも、ティータ、私はアネラスさんみたいに何も言えないけれど、レンちゃんのことを追いかける力もないけど、でも待ってるから、三人で一緒にリベールに帰ってくるの。そう思うのは私の自由だよね。勝手にすればいいじゃない。でもオーバルギアの方は思うだけじゃなくてちゃんと完成させなさいよ。レンのパテルマテルはどんな挑戦だって受けるんだから。やれやれ、物騒なちびっ子どもだぜ。シェラザードじゃねえが、お前らの方も気をつけろよ。特にエステル、もうベテランなんだからよく考えて行動するんだぜ。はいはい、分かってますってば。アガットの方こそティータのお母さんとあんまり喧嘩しないのよ。あれは向こうが一方的に突っかかってくるだけだってな。今度の件だってどんな難癖つけてくるか。確かにエリカさんなら問答無用で締め上げてきそうですな。まったく笑い事じゃねえっての。それはそうと、おい不良神父。え、俺、最初会った時は妙にうさんくせえやつと思ったが、今回は根性を見せてくれたじゃねえか。上出来だぜ。あ、なんだよ。いや、まさかアガットさんからそんな風に褒められるとは思ってなかったわ。一体どんな風の吹き回しなんです？深い意味はねえよ。お互い道の途中、気張ろうぜってだけの話だ。そっか、
おおきに。はぁ、やっぱり男同士ってどこか不器用よね。ほっとけ。よし、そんじゃ行くか。はい。ユリアさん、そろそろ行きましょうか。承知しました。クローゼ。またしばらく会えなくなっちゃうね。ええ、ですがこのような形でお二人と再会できたこと、女神に感謝したい気持ちでいっぱいです。僕たちもだよ。手紙また書くから。期待しないで待っていますね。それとジョゼットさん。え、ぼ、僕？今回一緒に過ごせてとても楽しかったです。また機会があったらおしゃべりでもしませんか？その、うん、いいよ。共通の話題もあるし、趣味も近いみたいだし。仕事でちょくちょくグランセルには寄るしね。楽しみにしてますね。おもも。ふふ。悔しかったらあんたもお菓子作りとか手芸でもやってみれば？最も不器用そうだからハードル高いだろうけど。くぅ、言い返せない。まあまあ。あの、始祖様。私のことならどうか気にしないでください。私は影、本物のセレストの記憶を持つ仮想人格にすぎません。それでも始祖様にはおばあ様に一度会っていただきたかったです。私はまだまだ未熟で始祖様をがっかりさせてしまったのではないかと。そういうところは昔の私と本当にそっくりですね。え？多分あなたのおばあ様も同じように思っているでしょう。大丈夫、迷いながらも自分の道を進んでいきなさい。翼は必ず大きく羽ばたきますから。あ、はい、ありがとうございます。そろそろ参りましょうか。そうだケビン殿、お互い帰還したら少々混乱した事態になっているかもしれない。何かあったらどうかよろしくお願いする。ええ、わかりました。俺らの方も風星省と連絡を取って今後の対応を考えますわ。それでは皆さん、いつまでもお元気で。にゃーい。さてと、そろそろ僕も行こうかな。ジョゼット、その、ああ、別に無理して何か言わなくてもいいよ。あんたからの締めっぽい挨拶なんて聞きたくないし。あ、なんですって？
まったく、ヨシワとうまくいってなさそうだったら遠慮なく連れていくのにさ。そうだヨシワ、このまま僕と一緒にあの門をくぐって帰らない？ひょっとしたら同じ場所に戻れるかもしれないし。あんたね。その二人とも落ち着いて。ヨシアは黙ってて。はい。ヨシア君。なんて不器用な。でもまあ、楽しかったことだけは認めてあげるよ。それはこっちのセリフよ。仕事忙しそうだけど、あんま無理すんじゃないわよ。私たちと同じで体が資本なんだろうから。そっちこそ。怪我でもしてヨシュアの足を引っ張らないようにね。はぁ、仲が悪いのに妙に気が合うんだよな。さてと、そろそろ行くよ。ヨシュア、今度は僕たちの方から手紙を送るから。うん、楽しみにしてる。そっちの二人もいろいろと大変そうだけど、ま、元気でやりなよね。おおきに。あなたとあなた方の船に女神の祝福があらんこと。ありがとう。それじゃあまたね。どうしたの、レン。さっきから妙におとなしいわね。どうしてみんなそんなに笑っていられるの？え？レン。だってお別れなのに。もう会えないかもしれないのに。どうしてそんな風に笑顔でお別れできちゃう？レン。だったらみんなでここに残ればいいのに。庭園が無事なら好きなように影の国を作り変えることだってできる。楽しくて愉快なお茶会がいつまでもいつまでも続くのに。どうしてみんな。そうか、君は会えなくなるのが痛いんだね。え？大好きな相手と、一緒にいたいと思う相手と会えなくなってしまうこと、それが痛かったのか。そんなことない。そんなことあるはずないんだから。だってレンはレイベが死んだって聞いても痛くなかったもの。とっても悲しかったけど痛くはなかったもの。それはね、レン、君がレイベの死を納得しているからだと思う。もう会えないと分かっているから素直に悲しむことができたんだ。でも大好きな人と本当は会えるのに会えない、それは確かに何よりも痛いものだから。違うもん。だから君はエステルを。
教えてあげようか。なんで笑顔でお別れできるかって。言えない！そんなの知りたくない！それはね、大好きな人、大嫌いな人、そんなのに関わりなく、どんな人とだって絶対に別れが待っているからよ。私とヨシアだってそう。このまま結婚して子供を作ってずっと一緒にいたとしても、どちらかの寿命が来たら必ず離れ離れになっちゃう。もちろん事故とかお互いの気持ちが離れることで別れる可能性もゼロじゃない。私たちはみんなそんな不安と戦ってるんだと思う。エステル。エステルさん。でもね、だから笑うのよ。みんなで一緒に笑うことでその不安を吹き飛ばしちゃうの。みんなで笑えば一人じゃないって実感できる。また会えるかもしれないってドキドキワクワクもできる。そうやって強がりを言い合って、また会おうねって約束して、それぞれの道を歩いていく。多分みんなそうだと思う。みんな。うん、みんなよ。だからね、私たちと一緒に笑おう。ずっと一緒にいるなんて私には約束できない。でもレンのことが好きだから、あんたが大人になるまで見守ってあげたいと思うから。だからそれまでは何があっても絶対に一緒にいる。そしてレンが大人になって本当にしたいことを見つけたら、それが私たちと離れることになる道だったら、その時は一緒にとびきりの笑顔でお別れしよう。先のことはわからないけど、まずはそのあたりでどうかな。そんなのすぐに決める必要はないよ。僕たちはもう覚悟を決めてるからさ。レン、君の家族になろうって。ま、あくまで私たちの希望だけどね。父さんも許してくれたし、あとはあんた次第ってわけ。望むところだよ。決心がつくまで頑張って逃げ続けるといい。言っておくけど、私は諦めが悪いわよ。いくらレンがかくれんぼが得意でも絶対に見つけてやるんだから。
やっと伝えられた。私たちの言葉をあの子に。エステル、ヨシュア、ヨシュア。頑張ったね。でもまだまだこれからだよ。ごめんケビンさん、リスさん、私たちもう行かなくちゃ。あの子を追いかけるんやろ。思いっきり力の限り追いかけてやるといい。あなた方三人に空の女神の祝福を。今度会う時はあなた方が三人一緒にいること、楽しみにしていますから。うん、任せて。お二人こそ、それまでどうかお元気で。すごいね、エステルさんたち。ああ、まったくもって脱帽や。でもアンナを見ると本当にあるって思えてくるわ。姉さんが目指していた、たどり着こうとしてた場所が。うん、私たちも負けてられないね。そろそろここも持たないでしょう。さあ、あなた方も早く。ええ。あれ、でもなんや、どうした？うん、何か忘れてるような。おーい！あ、ないか。あんな説明だけでこの僕を置いていくなんて。すみません、手が離せなかったもので。でもあの説明ではここまでたどり着けませんでしたか。自慢じゃないけど、僕は方向音痴なんだ。天使の集団に追いかけられるわ、馬の戦車に轢かれそうになるわ。それよりもこの揺れは一体何なんだ。ああ、この城もうすぐ消えてしまうんやって。向こうにあるんが元の世界に戻る出口やから、兄さんも早く脱出するといいやろ。そういうことは早く言ってくれ。こうしてはいられない、僕はもう行くぞ。ええ、どうぞお先に。お疲れ様でした。え？ま、お互いご苦労さんってことや。今度会った時は敵同士。あんまり老いたが過ぎて俺らに目つけられんようにな。それはこちらのセリフさ。今度会った時はより出世してパワーアップした姿をお見せしよう。その時を楽しみにしていたまえ。さあ、あ
なた方も早く。もってあと数分でしょう。わかりました。セレストさんはこれからどうなるんですか？私は庭園で再び長き眠りにつくでしょう。この影の国が徐々に消滅するその日まで。そしてようやくこの役割から解放されます。そうです。本当にお世話になりました。どうか良い夢を。ありがとう。あなた方が去ったら宝石の機能を停止させます。二度と蘇ることはありませんから、月に処分してしまってください。承知しました。しかるべき人に託すことになると思いますわ。ケビン、エリカ博士に渡すつもり？ま、そうでもしないとあの人も収まりつかんやろ。可愛い我が子が巻き込まれてるくらいやし。そうかも。そんじゃリス、俺たちも行くとするか。うん。なんだったら一緒に手をつないでいく？え？冗談。でも一緒に行こうね。姉様が夢見たいつかたどり着く場所に。あ、改めてよろしく頼むで。Yeah.
なるほどな。大まかな状況は理解した。君が問い合わせた人物ならすでに確認は済んでいる。オリバルト王子、ミュラー・バンダール、ジン・バセック、ジョゼット・カプア、エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト、以上の6名については無事帰還を確認したとのことだ。そうですか、安心しました。リベールにいる人についてはこっちで確認できましたし、あとはヘビの2人やけど、まあそっちは確認しようがないか。さすがにな。しかしにわかには信じがたい話だな。影の国、司法が残した負の遺産か。ええ、ま、詳しい話は戻ってから報告しますわ。事後処理にもう少し時間がかかりそうですし。ああ、よろしく頼む。しかし君、少し雰囲気が変わったな。え？以前の君なら関わった人間の安否などそこまで気にかけなかった。いや、気にかけないように自分を抑えていたと言うべきか。どうやら影の国とやらでいろいろとあったようだな。あったといえば嫌になるくらいありましたけど、そのあたりも含めて帰ったら報告させてもらいます。個人的に総長にお伝えしたいこともありますし。なんだ、意味深だな。まあリースともども無事帰還してくれて何よりだ。戻ってきたら
彼女と3人で一緒に飲みにでも行くとしよう。楽しみにしてますわ。そうや総長、一つ聞きたいことがあるんですけど。なんだ？その守護騎士のあだ名って後からでも変えられるんですかね？は？実は下方狩り以外にもやりたいことができてしまって。もちろん守護騎士としての役割は全うさせてもらうつもりですけど。総長？ああ、やっぱまずいですかね。守護騎士が一度つけた自らのあだ名を変えるか。確かに騎士団千年の歴史でも相当珍しいかもしれないな。だが例がないわけではない。そうじゃあ今度会う時までに気の利いたあだ名でも考えておくといいだろう。思いつかなかったら罰として私が適当に変なのをつけてやる。そんな、どこぞの罰ゲームやないんですから。まあせいぜいかっこいいのでも考えておきます。青き流星とかブラックアローとか。あれ外しました。ケビン・グラハム、君の元教官として一つだけ忠告しておこう。はあ。もし君が後々余計な恥をかきたくなければ、悪いことは言わない。リースあたりと相談して決めたまえ。